小原ゆうき、若い頃、昔の伝説エピソードがすごすぎる。小原ゆうきさんは、1990年代後半のジャニーズジュニア黄金期と呼ばれた時代に大活躍されました。当時はあの滝沢秀明さんと人気を二分するほどの方だったのです。しかし小原ゆうきさんは2000年に芸能界を引退します。小原ゆうきさんの伝説エピソードがすごすぎると言われています。どんな伝説を小原ゆうきさんは作ったのでしょうか。調べてみましたので、最後までご覧ください。経歴。小原ゆうきさんは1990年、小学4年生の時に親戚の女性が履歴書を送ったことがきっかけでジャニーズ事務所に入所します。ジャニーズジュニアとして活動していた小原ゆうきさんですが、ダンスがうまいことが評価され、1992年には紅白歌合戦に出場したスマップのバックダンサーとして抜擢されています。小原ゆうきさんはバラエティ番組などにも多数出演し、1994年には NHK のドラマに出演し、俳優デビューしています。音楽番組でも先輩のバックダンサーとして多数出演しています。そして1990年代の後半に、ジャニーズジュニア黄金期の時代を迎えます。まだデビューもしていない彼らでしたが、バックダンサーとしての才能とルックスが注目され、たくさんのファンができたのです。その中でも、滝沢秀明さんと人気を二分していたのが小原ゆうきさんでした。かなりの人気を博した小原ゆうきさんでしたので、テレビ、雑誌、舞台など多方面で活躍されます。俳優としても、僕らの勇気、未来都市、1997、ガラスの脳、など、数多くの作品に出演されました。人気絶頂の小原ゆうきさんでしたが、2000年にいきなり芸能界から引退してしまいます。理由は、学業優先でした。当然、ジャニーズ事務所も退所することになるのですが、小原ゆうきさんの引退セレモニーを東京ドームで行いました。ジャニーズ事務所でこれだけ大掛かりな引退セレモニーを行い、円満退社をしたのは、後にも先にも小原ゆうきさんだけです。芸能界を引退した小原ゆうきさんですが、宣言通り学業に専念し、亜細亜大学経済学部を首席で卒業されています。そして、大手広告代理店、博報堂に就職されます。しばらくして、元読者モデルの女性と結婚されました。その後は、単発でドラマ出演されたり、ドキュメンタリー番組に出演されたりと、わずかではありますが、メディアに出ることもありました。昔の伝説エピソード。ジャニーズジュニアとして活躍していた小原ゆうきさんですが、その頃から絶大な人気がありました。今となっては伝説として語り継がれています。小原ゆうきさんの同期には、嵐、滝沢秀明さん、関ジャニ∞など、後の超人気アイドルたちがいました。そんなメンバーがいる中、写真を撮るときに小原ゆうきさんは常にセンターにいたのです。日本を代表するアイドルとなる方々の中で、センターの位置にいたというのは、それだけのスター性があった証拠ですね。次に、恋人にしたいジュニア2年連続1位に輝いています。数多くいるジャニーズジュニア、そして将来トップアイドルになるメンバーがいる中での快挙ですから、かなりの人気があったのがわかりますね。次に、一番美形なジュニア5年連続1位にも輝いています。これもジャニーズジュニアの中で5年連続1位ですから、かなりのイケメンだったことがわかりますね。次に、映画単独主演をジュニア時代に果たしたことが挙げられます。手塚治虫さんの作品でガラスの脳です。ルックスだけではなく、俳優としての才能も認められていたからこそ主演に抜擢されたわけですね。そして、卒業セレモニーです。小原ゆうきさんがジャニーズ事務所を退所する際に
事務所側は正式に退所の発表をしました。これは極めて稀なケースです。普通は事務所との考え方の違いなどで退所するケースが多いのですが、小原由紀さんは円満退社されています。さらには卒業公演を東京ドームという大舞台で行われたことがすごいことだと言えます。ジャニーズジュニアというデビューもしていない人に対してこれだけの舞台が用意されることはないでしょう。退所したとはいえ、小原由紀さんがジャニーズ事務所にいかに大事にされていたのかがわかるエピソードですね。ルックスだけではなく内面的にも魅力のある方だったのですね。若い頃の画像集。ジャニーズジュニア時代の画像です。かなりのイケメンですね。滝沢秀明さんと人気を二分したのを名付けます。これだけのイケメンですから、ジャニーズ事務所も入所当初から期待していたのでしょう。だからジャニーズジュニアの頃からバラエティ番組やドラマ、雑誌などに数多く出演していたということですね。目鼻立ちがはっきりしたイケメンです。この上目遣いの表情に女性ファンも虜にされたでしょう。小原由紀さんはこれだけのイケメンですが、内面的にも魅力のある方でした。それを象徴するのが、ジャニーズ事務所退所の時の事務所の対応です。普通は円満退所とはなかなかいかないものですが、小原由紀さんの場合は円満退社で、卒業セレモニーを東京ドームで行われています。ここまで事務所がしてくれたのは、小原由紀さんの人柄の良さがあったからでしょう。どの角度から見てもかっこいいですね。ジャニーズ事務所の一番美形なジュニアで5年連続1位に選ばれています。あれだけのイケメン揃いのジャニーズ事務所の中で一番美形として5年連続1位とはまさに伝説級です。もちろんファンもたくさんいたことでしょう。上目遣いも惚れ惚れする顔です。小原由紀さんは小学生の頃からイケメンだったのですね。親戚の女性が履歴書を送るのも納得です。小学生の頃から小原由紀さんはイケメンとして有名だったのではないでしょうか。小学生とはいえ、これだけのイケメンですからファンがすでにいたことが考えられますね。どんな髪型にしてもかっこいいですね。この画像は20年以上前になるのですが、今でも全然通用するイケメンですよね。今、ジャニーズのトップアイドルにいても違和感もありませんね。だからこそ、小原由紀さんは伝説のアイドルとして語り継がれているのですね。まとめ。小原由紀さんは、ジャニーズジュニアとしては稀な存在だったことがわかりましたね。当時からスター性があり、そのままジャニーズにいれば大スターになっていたのは間違いないです。それを学業優先の道を選び、大学を首席で卒業するという輝かしい結果を残されています。さらには博報堂という超一流企業に就職されているわけですから、あらゆる面で才能の塊と言って良いのではないでしょうか。